まさきさん、おはようございます。どうも。寒いですね、はい、今日はあの来てますところが静岡県清水港ですね、はい、でこの清水港でですね、今回は玄関に一番厳しい時期にいかにしてチヌを取るか、はい、でなおかつどんな攻略で少しでも大きいのを取れるかというところをですね、そうですね、頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、はいはい、ではですね、今回使います団子を紹介します。これは私がもう日頃から使い込んでるパターンですけどね、パワー団子チヌ、これが、2袋入ってますけども1袋ですね。であと大チヌスペシャル、それから即戦爆寄せ団子、これがそれぞれ半袋ずつ、これも入れて混ぜました。であとはですね、適宜水、海水と、それから若干パサパサ気味に仕上げておいて、あとは激粗をね、どん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 足していくという形で私は使っていきます。海水を入れてですね、ある程度混ぜ込みましたけども、ここにですね、収容力のパワーアップですね、激粗を初めはね、ある程度混ぜてしまって、あらかじめですね、その団子を粉もんで、これを5、6個ですね、先に投入しておきます。冬場も夏場も僕はこの赤団子チヌのベースにこの鉄板団子っていうのを作ります。もう水深の浅いところから深いところまでオールマイティに使える団子になってます。で、赤団子主体にコーン団子チヌで、こういう形ですね。で、粗挽きさなぎをあんこに入れるか、ちょっと待てです、状況判断で、これはそうします。ちょろっと出してこあんこに、あんこは手のひらでこうできて、お餅のこうあんこみたいにします。で、上からポッとかぶせて握り込みます。こんで、でそこに定着して、そこで激粗がじわーってまんべんなく団子周りに定着して、チヌがじわじわってその匂いと汚れに寄ってくる感じです。
だからちゅうか中切りやけど、なんか引き弱いな。お、行くのは行くな。振り振り出した、本命っぽい。本命や、やった、来ました来ました。コーン入った、コーン入った、これ取ってください。こういうね、吐き出した餌を参考にしないとあかんのですよ。やりました。ちょっと待ってくださいね、これね1個入れときますわ。ここが大事なんですよ、足止めですよ。よし、やりました。これはね、オキアミを一匹刺して、でこの激アラの中にあるサナギのかけらを2つぐらい刺したんです。でだいぶ上で中切ってできましたわ。37、8ぐらいかな、うん、やりました。多分ね7メーター6メーターぐらい上ですね、うん、今は木管の冬場なのでガンガン打つんじゃなくて、ガンガン打つのは活性のいい時期でガンガンやってらっしゃいっていう感じですけど、ガンガン打ってもまあ寄ってこない場合が多いので、不合格で3回当たりを見てなかったら1回打つとか3分に1回打つとか、そういうゆったりしたペースで打っていく。後回りにいい、今いい餌取りがいていい餌はなくなります。近くはなくなります。で、団子を打ちながら遠くから団子周りに誘うと、こう探ってくるという姿です。で、団子周りに寄ってきたなと思ったら団子周りから遠くへ探るという釣り方、そういうキョウキャンで釣ろうと思います。来ましたね。多分これはヌーチーですわ。ほら、
やったハトのうち、ハトチヌです。ちょっと期待外れの小さいですけど、バッチリのチヌです。ぐっつり飲んでますね。いやー、グラセマルエビイエロー、やっちゃいますね。びっくり。今釣った魚、激荒の中のコーンを吐き出してますんでね、まあ、冬もう玄関期になると激荒はいらないという方もおられるかと思うんですけど、全然そんなことはないんですね。やっぱり拾って食ってるんで、この時期でも激荒は入れた方が効果ありますね。やっぱりちょっと味がね、割と激しく上の方で団子を割れていって、結構どうかすると割るぐらいまで活性高いんですけど、今も上の方で味が割りましたけども、まあ割れるように調整もしてますけど、そろそろスポットに入ってきてますんで、当たり棚を突入してますから、いつ当たってもおかしくない状態ですわ。はい、そこ切らないとね、ゴロ大臣に行かれてます。これちょっと硬いな、これはそこできましたよ。これもうええやろ、休め。これはね、沖クワセオキアミスーパーハードとサナギのかけらですね。先と一緒やな、だから見ました、下に出てる。これは量計や、45ぐらいあるわ。よいしょ、やりました。はい、やりました。綺麗なチヌです。42、3だな。41、2かな。綺麗なチヌだけどね、同じ餌、同じやり方で攻めるのが定石ですわ、ここはね。だからもう一回オキアミとサナギでそこをやる。はい、これできましたね。これで、引くぜ。おっ、こう吐いた。ガッタ、よかった、よかった。めちゃめちゃこう吐いてる。よし、やっちゃいました。
今釣ったチヌがコーンとサナギがバーッと入ってたので半端なく入ってたんですね。でサナギでやってみる必要がありますね。もう激荒の中のこの現れのサナギ、これはひょっとしたら僕は知りませんよ。やってみます。まあさっきからねこまめに激荒をこうあんこにして入れてたんで、やっぱりあんだけ入って上がってくるっていうことはすごく効いてるんだよね。やっぱり冬場でも関係ないですね。激荒をまけば答えは返ってきます。よしよし行きます。よし割れた割れた。なんだこれ。お、カジカジ。これチムちゃうわこれ。チムパン。チムやな。ちょっと小さい。海図ジュニア海図や。はい28センチ。よかった久しぶり。よし真っ黒やね。うわ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 、流動人になってる。なんだこいつ。はい、お、おー来た。よし。おー来た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 。ちっちゃい。なんでちっちゃくなんやろ。首はよう振るけどね。夕方、昼から肩が良くならなかったのに、ちっちゃくなってきた。ちっちゃくなっちゃったっていうやつやな。おもんないか。ほっ、はい、26センチ。早いな、上がってくる。
で、こうやってオンシンカーでまた目先を変えたら来ましたね。ちょっと小さいです。